アーティストによる分離段階のイメージ。自由に移動できるようになる前に発生することが多い。対外離脱あるいは対外離脱体験とは、自分の肉体から抜けてた世界を体験することである。対外離脱は、自己増減子の一形態だが、この用語は、一般的には、ドッペルゲンガーなどの二人目の自分を見るという、病的状態を指す。対外離脱体験という用語は、 GNM ティレルの著書、アプリジョンスで初めて使用され、後にセリア・グリーンやロバート・モンローなどの研究者によって、アストラル同社またはスピリット・ウォーキングなどの進行が中心の名前に変わるものとして採用された。対外離脱は外傷性脳損傷や感覚遮断、臨死体験、乖離性及びサイケデリックの幻覚剤、脱水、睡眠障害と夢、 および脳への電気的刺激などによって誘発される。また、修行中のヨーガの行者や研究などの目的で一部の人々によって意図的に誘発される場合もある。10人に1人が生涯に一度、または数回の対外離脱を経験をしている。対外離脱現象は、古代、エジプトやインディアン、オセアニア、ヘブライの文化、ギリシア哲学、中世の錬金術、ヒンドゥー教、 およびイスラム教などの文化で見られる。ディーンシールズの研究によると、44の非正応文化の中で、対外離脱現象が見られない文化は3つしかないという。また、人類学者のエリカ・ブルギニオンが、世界中の488の文化を調査したところ、その89%において、対外離脱についての何らかの言い伝えが存在した。神経科学者と心理学者は、 体外離脱を様々な心理学的及び神経学的要因から生じる乖離体験であると考えている。体外離脱体験者は明晰無状態が先行して始まっていることを報告することがよくある。多くの場合、それは睡眠の寸前であったか離脱の少し前にすでに眠っていた人々である。これらのケースのほとんどは睡眠が特に深くない状況にあったことを示している。 これらのケースのほとんどで、被験者は自分は目覚めていると認識しており、また、約半数が、金縛り状態にあると感じていた。自然発生的体外離脱のもう一つの形態は、臨死体験である。一部の被験者は、大手術や、歴史寸前などの著しい身体的外傷の際に、体外離脱を体験したと報告している。臨死体験には、 肉体の外側にいるという主観的印象や、時には死んだ親族や、宗教的人物の原始、自我や時空の超越といったことが含まれる場合がある。通常、その経験には、死んでいるような感覚や、平和や、無痛の感覚、様々な非物理的音声の聴取、トンネルを通り抜けるような感覚、光の存在や神のような人物、または類似の存在との出会い、相馬等。と、 および人生に戻ることへの抵抗感などの要素が含まれる。臨死体験と似たものとして、高地での登山やマラソンなどの極端な身体的運動が対外離脱を引き起こす可能性がある。地上にいる感覚と空中にいる視点の両方を同時に体験することにより、バイロケーションの感覚を体験する可能性がある。体外離脱は白シ,シビンやケタミン、DMT、 MDA および LSD などの幻覚剤によって誘発されることがある。認知科学および心理学の分野では、体外離脱は様々な心理学的および神経学的要因から生じる乖離体験であると考えられている。科学者は体外離脱は夢や変性意識状態のような精神状態からの体験であると考えている。チャールズ・リージェイは OBE は 被験者の記憶と想像力のプロセスによって作成されており夢と変わらないと主張した。ジェームズ・エヒズ・ロップは潜在意識の活動が特定のイメージを劇的に表現し被験者が異なる物理的位置にいる印象を与える際に OBE が発生すると記した。友人オスティは OBE は想像の産物に過ぎないと考えた。 その他の初期の研究者は、生理心理学的理論を支持した。GNM ティレルは、OBE を潜在意識レベルの人格に関連する幻覚の構成要素であると解釈した。ドノバン・ロクリフは、OBE を精神病とヒステリーに結びつけた。他の研究者は、身体像の歪み及び理人症の観点から、OBE 現象について論じた。 心理学者のナンドールフォーダー及びヤン・エアンウォルドは、OBE は死の恐怖に対処するために設計された防衛規制であると提案した。イリン・アンド・ワットによれば、ヤン・エアンウォルドは、OBE を不死の探求の想像上の確認、我々が肉体とは独立して存在する霊魂を有していることを保証しようとする妄想的な試みであると説明している。 心理学者のドナルド・ヘブ及びセロバートは、身体像と視覚像を含む OBE の心理学的解釈について記している。クラハム・リードは、OBE が愛の喪失などの痛みを伴う状況に対するストレス反応であることを示唆した。ジョン・パーマーは、OBE は、個人的アイデンティティを脅かす、身体像の変化に対する応答であると記している。 カール・セーガン及びバーバラ・オネゲルは、トンネルのような通路や、一部の OBE 体験者が、最大と比較して表現する、紐のようなもので接続されているという報告から、OBE は転生の創造、または出産プロセスの追体験に基づいている、可能性があると記した。スーザン・ブラックモアは、OBE は想像上の知覚や、知覚変容、自己の空想的知覚の特性を備えた。 幻覚様空想であると結論付けた。また、ロナルド・ジーゲルも OBE は幻覚様空想であると記している。ハービー・アーウィンは、注意認知プロセスと体制感覚活動を含む OBE 理論を発表した。彼の理論には、心理的没頭として知られている認知的人格構造が含まれ、OBE の分類例を自己増減し、理人症、精神的介入の例として示した。 生理心理学者のスティーブン・ラベジアは、OBE の説明は名跡夢で見られると記した。デビット・ハホードは、OBE を睡眠麻痺の一種である悪夢から目覚める経験として、彼が説明する現象と関連づけた。他の科学者も OBE をヒプナゴギア及び睡眠麻痺の症例に関連づけている。ケーススタディでは、体外離脱を体験したことがない人よりも、 体験したことがある人の方が空想傾向が高いことが示された。そのデータはいくつかのケースにおいて OBE と空想しがちな性格との関連を示している。167人の参加者を対象にしたケーススタディでは体外離脱を体験したと主張する人はより空想にふけりがちで頂上現象を強く信じており身体表現性回離が大きいことが判明した。 それらのケーススタディからの研究は OBE が認知から知覚的スキゾタイピーに関連していることも示唆している。テレンス・ハインズは自然発生的体外離脱体験は脳への人工的刺激により生成できることから一時的なわずかな脳の損傷によって引き起こされている可能性があり、魂が実際に個人の体から離れていっているわけではないことを強く示唆している。 神経学的及び神経認知的データの研究レビューでは OBE は側頭頭頂接合部における定時多感覚統合の機能的崩壊及び工事自己プロセッシングの機能的崩壊によるものとされている。一部の科学者は OBE は視覚信号と触覚信号の不一致の結果ではないかと疑っている。リチャード・ワイズマンは OBE 研究では 心理学的説明を見つけることに焦点が当てられており、体外離脱体験は、超常現象ではなく、霊魂があるという証拠を提供しない。その代わりに、あなたの脳と体の日々の働きに関する、はるかに注目すべき何かを明らかにすると述べた。ジェイソン・ブレイスウェイトとその同僚によって行われた、研究は、OBE を即東洋の神経不安定性及び、身体感覚における、 エラーに関連付けた。ブレイスウェイトへ通るは、現在の支配的見解は、多感覚統合過程の一時的混乱により、OBE が発生するということであると報告した。超心理学と神秘学の分野に関する作家は、対外離脱は、心理学的なものではなく、魂や精神、または、この細身が実際に、体から離れて、遠くの場所を訪れるものであると記している。 そのようなものを指す名称は様々であり、日本では、精霊、近代ヨーロッパでの神知学、人知学、儀式魔術などの神秘学では、アストラル体、エーテル体など様々な名称で呼ばれている。古代インドの聖典では、そのような意識状態をトゥリアとも呼んでおり、心身の二重性から自己を解放するような不快要が、及び瞑想によって達成することができるとされる。 その際に肉体を離れた微する体はビギャンデヒと呼ばれており意図的に肉体を離れたりまた戻ってきたりすることができる。対外離脱体験はビクトリア朝時代の心霊主義文学で投資旅行として知られていた。心理学研究者のフレデリック・マイヤースは OBE を精神的小旅行と呼んでいた。OBE の疑いがある事例の説明を行った初期の研究は 1886年に心理学研究者のエドマンド・ガーニー、フレデリック・マイヤース及びフランク・ポドモアによって出版された2巻からなるファンタザムズ・オブ・ザ・リビングだった。この本は報告事例のほとんどすべてが裏付けに乏しく証拠を書いた実証だったため科学界によって激しく批判された。19世紀のロバート・ブレアによるポエムザ・グレーブで描かれた魂が 肉体から離れる様子のイラスト。新知学者のアーサー・パウェルは OBE のほの細身理論を提唱した初期の著者だった。シルバン・マルドンは OBE を説明するためにエーテル体の概念を採用した。超能力研究者のエルネスト・ボズアーノは稀な状況においてエーテル体が肉体から解放されるというバイロケーションの観点から同様の見解を支持していた。ほの細理論は ラルフ・シャーリー、ベンジャミン・ウォーカー、ダグラス・ベイカーなどのオカルト作家によっても支持されていた。ジェームズ・ベイカーは OBE 中には精神体が宇宙間領域に入ると記した。ロバート・クルーコールは多くの出版物で OBE のほの細み理論を支持した。OBE に関する超常現象的解釈はすべての超心理学研究者によって支持されているわけではない。 ガードナー・マーフィーは基地の一般的な心理学の領域からそれほど遠くなく超常現象に頼ることのない理解がますます進み始めていると述べた。1970年代、カーラス・オージスは超能力者のアレックス・タノスと共に多くの OBE 実験を行った。一連の実験では OBE 状態の時に遠隔地に設置された着色したターゲットを 特定するようタノスに依頼され、オージスは197件の試みのうち114件が的中したと報告した。しかし、対象実験が批判されており、スーザン・ブラックモアによると108件が偶然であると予想されるため、最終的な結果は特に重要ではない。ブラックモアは、その結果は OBE での正確な知覚の証拠を提供しないと述べた。 1977年4月、ハーバービュー医療センターのマリアという患者が、体外離脱を体験したいの外及び病院の外へ浮かんでいったと訴えた。マリアは後に離脱中に建物北側の3階にある窓台にテニスシューズが置かれているのを見たと、ソーシャルワーカーのキンバリー・クラークへ伝えた。クラークが建物の北東へ行き窓の外を見ると本当に、 テニスシューズが置かれていたという。クラークはこの出来事について1984年に公開した。それ以来、この出来事は精神が肉体を離れる証拠として多くの超常現象関連書籍で紹介されている。1996年、ヘーデニエバーンとシーン・マリガン、及びバリー・ベイヤースタインはその医療センターを訪れ、その出来事について調査した。彼らが、 テニスシューズを同じ台に置いたところ、靴は建物の中から見えており、ベッドに横たわっている患者から容易に観測できることを発見した。彼らはまた、その靴は建物の外からも容易に見つけられることを発見し、マリアが3日間の入院中にそれについての会話を聞いており、それが彼女の体外離脱体験に組み込まれた可能性を示唆した。 彼らは、超常的な説明を求めている対外、離脱研究者から、マリアの物語は単に素朴さと希望的観測の力を明らかにしているに過ぎないと結論づけた。クラークは、それが発生してから7年間その事例の説明を公表せず、その話に疑問を投げかけていた。リチャード・ワイズマンは、この物語は、超常現象の証拠ではないにもかかわらず、 事実確認を怠ったか、読者にストーリーの回帰的側面を提示することを意図った、作家らによって延々と繰り返されてきたと述べた。あの世を信じる意思であるシャルボニエは124件の対外離脱事例のデータを収集した。それによると、対外離脱の92%が仰向けの状態で起き、96%が深いリラックス状態の時に起きたという。 また対外離脱の体験者は、自分は肉体に宿った精神であるという確信を抱き、死を絶対的なのとみなさなくなる傾向にあることを指摘している。初期の OBE 事例の収集は、エルネスト・ボズアーノとロバート・クルーコールによって行われた。クルーコールは、心霊主義的立場からこの対象にアプローチし、主にサイキックニュースなどのスピリチュアリストの新聞から事例を、 収集したが、様々な方法で彼の結果にバイアスをかけることとなった。例えば、彼の被験者の大半は肉体ともう一つの体とをつなぐ紐を見たと報告していた。一方、グリーンは彼女の被験者の4%以下がこの種のものに気づき、約80%が無身体化された意識であり、全く体がないと感じていたと報告した。 OBE に関する最初の後半は、科学的研究はセリアグリーンによって行われた。彼女は主流メディアにより要請により集められた合計400名の被験者から書面による直接の報告を収集し、その後にアンケートを行った。彼女の目的は、単に異常な知覚体験、または幻覚であると見られていた、様々な種類の OBE の分類法を提供する。 ことであった。一方で、いくつかのケースでは、超感覚的知覚によって正規された情報が含まれている可能性があるという疑問が残された。1999年、バルセロナで開催された国際意識研究フォーラムにて、専門研究者のワーグナー・アラブレティとナンシー・トリバロドが、対外離脱体験に関するオンライン調査の暫定的調査結果を発表した。 このテーマに関心を持つインターネットユーザーに回答してもらったため一般集団を代表するサンプルではない。最初の1185人の回答者のうち1007人が OBE を経験したと回答した。37%が2から10回の OBE を経験したと主張した。5.5%が100回以上そのような経験をしたと主張した。 OBE を報告した人の45%は特定の手法を使用することにより少なくとも1回 OBE への誘導に成功したと述べた。OBE を体験したと主張する人の62%は非物理的な飛行を楽しんだことも報告した。40%が自己バイロケーション現象を経験したと報告し38%が自己透過性を経験したと主張した。 OBE に関連して最も多く報告されている感覚は落下、浮遊、反発、沈没、無力感、頭蓋内音声、うずき、投資、振動、および静寂である。OBE に関連する別の報告された一般的感覚は睡眠麻痺の一般的特徴である一時的、または投影的なカタレプシーであった。 睡眠麻痺と OBE の相関関係は2007年にケンタッキー大学のケビン・ネルソンと彼の同僚がンドラジーで発表したアウト・オブ・ボディ・エクスペリエンスアー・ウーゼル・スタディによって裏付けられた。その研究では体外離脱の経験がある人は睡眠麻痺になりやすいことが判明した。また注目に値するのはさらなる相関関係を示しているワーテルロー・アン・ユージュアル スリープエクスペリエンシーズクエスチョネアーである。1968年、チャールズ・トトは彼の睡眠研究室でミス・ゼットとして知られる被験者を対象に4夜にわたって OBE 実験を行った。被験者には脳波形が取り付けられ5桁の数字が書かれた紙が彼女のベッドの上にある棚に置かれた。彼女は最初の三夜では数字を見たと訴えなかったが最後の夜には 正確な数字を伝えた。心理学者のジェームズ・オールコックは、不適切なコントロール下に置かれていたこの実験を批判し、ビデオカメラで被験者を視覚的に監視しなかったことを批判した。マーティン・ガードナーは、この実験は OBE の証拠ではないと記しており、トトが観察窓の後ろで居眠りをしている暇に、ミス・ Z は単に電極を外さずに、ベッド上で立ち上がり、 数字を覗き見たのだろうと述べた。スーザン・ブラックモアは、もしミス・ゼットが立とうとしたのなら、脳波形は干渉パターンを示したはずである。そして、それはまさに脳波形が示したものだったと述べた。OBE の一部には、いくつかの生理学的説明がある。OBE 様体験は、脳の刺激によって誘発され、右側面の上側頭開口部への刺激によっても、誘発される。 また、ポジトロンン双方も、この刺激の影響を受ける脳領域を特定するために使用されている。OBE 様という用語が使われているのは、それらの実験で説明された体験は、以前に OBE を経験したことのない被験者による説明だったか、もしくは通常の OBE 体験の明瞭性ないしは、幾分かの詳細が欠如していたためである。したがって、それらの被験者は、 実験的に誘発された OBE の信憑性を主張するのに適任であるとされなかった。イギリスの心理学者スーザン・ブラックモアなどは意識を保ちながら体からの感覚入力が途絶えた際に OBE が始まることを示唆している。その際に人は体を持っているという錯覚を抱くがもはやその近くは感覚から正規されていない。その時知覚される世界は その人が普段起きている間に見る世界と似ているかも、しれないが、どちらにせよその知覚は、感覚器官によってもたらされているわけではない。感覚からの情報が欠如していても、完全に説得力を持つ世界を作り出す脳の、能力によって、明瞭な体と世界は作られる。我々は毎晩、このプロセスを夢という形で目の当たりにするが、OBE は明晰夢よりも、 はるかに明晰であると言われている。アーウィンは、核精度が非常に高いか低い時に OBE が発生しているように見えると指摘した。例えば、グリーンは OBE を報告した176人の被験者のうち4分の3が体験時に横たわっており、これらの12%が開始時に眠っていたと考えられることを発見した。 対照的に、極少数のケースでは、登山中の転落や、交通事故、及び出産などの非常に覚醒度が高い条件下で、発生していた。マクレリは、このパラドックスは、極端なストレスや、過覚醒性に対する反応として、睡眠が付随して、発生することを参考にすることによって、説明可能かもしれないと提案した。彼は、リラックスとか覚醒の両方の条件下における、 OBE は、白昼夢の位置形態、または覚醒意識へ入るステージ愛の睡眠への侵入を表していると提案した。オラフ・ブランケによる、研究スイス連邦工科大学のオラフ・ブランケによる、研究は、右脳の側頭と調節合部を刺激することにより、OBE と少し似ている体験を確実に誘発可能であることを発見した。 スイスでのブランケと共同研究者による研究は RTPJ 領域の損傷との確実な関連性と転換患者のこの領域への電気刺激で確実に誘発されることを示すことにより OBE の神経基盤を調査した。その誘発された体験には被験者の腕と足の変化及び全身の痴漢が含まれる可能性がある。ブランケと共同研究者は 神経学的に正常な被験者において同じ場所にいる事故と体の意識体験は TPJ における多感覚統合に依存することを示した。自傷関連電位を使用して健康な被験者が自然発生的 OBE を経験した人々によって一般的に報告される位置及び視覚的眺望に自分がいると想像した際に刺激開始から330から400ミズ後に tpj の選択的活性化が起こることを示した。同じ被験者における共頭外磁気刺激法は被験者の体の精神的変容を障害した。他の部位への刺激や外部物体の想像上の空間的変化ではそのような効果は見られなかった。これは事故の体の心的イメージにおける tpj の選択的影響を示唆している。続く研究では 脳活性化の場所及びタイミングは、心的イメージが心的に身体化された、自己位置で実行されるかどうかに依存することが示された。被験者が身体化された位置で、心的イメージを実行すると、外線上身体領域が活性化したが、被験者が OBE で報告されているように身体化されていない位置で、心的イメージを実行した際には、TPJ 領域が活性化した。 これらのデータは、エヴァと TPJ において分布した脳活動とそのタイミングが体内での身体化され、空間的に位置する事故の不合化に重要であることを示している。したがって、ブランケと彼の同僚は、RTPJ 領域が事故の空間的位置感覚にとって重要であり、正常なプロセスが失敗すると OBE が発生すると提案している。2007年8月、 ブランケの研究室は仮想現実における視覚体制感覚競合が事故と体との空間的統合を阻害する可能性があることを示す研究をサイエンスに発表した。多感覚競合の際、被験者は自分の目の前にある仮想体を自分の体であるかのように感じ、体の境界外にある仮想体へと事故を誤って極在化した。これは空間的統合と 身体的自意識が実験的に研究可能であり、身体情報の多感覚統合過程とその認知過程に基づいていることを示している。ヘンリク・エッソンによる研究2007年8月、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンにあるインスティチュート・ブド・ラジーのヘンリク・エッソンは、健康な被験者において体外離脱を誘発したとする最初の実験的方法をサイエンスに発表した。 実験の内容は以下の通りである。被験者はヘッドマウントディスプレイを装着して着席した。これには両目を覆う2つの小さな画面があり、被験者の頭部から2メートル後方に設置された2台のビデオカメラからのライブ映像が映し出されている。左のビデオカメラからの映像は左目のディスプレイに表示され、右のビデオカメラからの映像は右目のディスプレイに表示される。 被験者はこれらの一つの立体視画像とみなすため背後に座っている人の視点で自分の背中を見る。次に研究者は被験者の傍らに立ち2本のプラスチック棒を使用して被験者からは見えない実際の胸部とカメラの視点の真下に位置する仮想的な体の胸部に同時に触れた。被験者は実際に自分の体の背後に座って その位置からその様子を見ているかのような体験をしたことを確認した。批評家及び実験者自身はこの研究が本格的な OBE の再現に至らなかったことに注意している。体外に浮遊する感覚を誘発した以前の実験と同様にエソンの研究は脳の機能不全がどのようにして OBE を引き起こす可能性があるのかを説明していない。本質的には エソンは、覚醒中の人が、肉体の外から自分を見るという OBE の定義に適合する錯覚を作り出した。蘇生中アウェアネス研究2001年、サム・パーニアとその同僚は、天井から吊るされたボードの床からは見えない面に、図形を描くことによって、体外離脱の主張を調査した。パーニアは、蘇生中に体を離れて天井近くに行ったと主張する人は、 それらの目標を識別することが期待される。しかし、そのような知覚が心理学的なものであった場合、目標が識別されることは明らかに期待されないと述べた。パーニアの研究を調べた哲学者のキース・アウグスティヌスは、すべての目標識別実験が否定的な結果をもたらしたと記した。心理学者のクリス・フレンチは、残念ながら、やや否定形的ではあるが、 このサンプルの生存者は誰も OBE を経験していないと記した。2008年の秋、英国と米国の25の病院は、サム・パーニアとサウサンプトン大学によって調整された、アウェア・スタディとして知られる研究への参加を開始した。オランダのピム・バン・ラメルによる研究に続いて、この研究の目的は1500名の心停止生存者の臨死体験を調査し、心拍や、 脳活動のない人々が記録可能な対外離脱を行えるかどうかを判断することであった。研究の一環としてパーニアとその同僚は棚に置かれた上からしか見えない隠された目標を使用することにより対外離脱の主張を調査した。パーニアは誰もその写真を見ることがなかった場合、それらの体験は錯覚か虚偽の記憶であることを示していると述べた。2014年 パーニアは研究の第一段階が完了し、その結果が医学雑誌に掲載されるための査読を受けているという声明を出した。2013年11月に開催されたアメリカ心臓協会の会議での研究結果に関するパーニアの初期報告によると、市海外に設置された画像を見た被験者は一人もいなかった。152人の被験者のうち、 視覚的体験を報告したのは二人だけであり、そのうちカズトが検証可能な出来事を説明した。その二つの臨死体験は、視覚的な目標が設置されていないエリアで発生した。2014年10月6日、研究結果がリサスティション誌に掲載された。蘇生に成功した後でもほとんどが死亡あるいは重篤であった中、心停止患者の20%未満が取材を受ける。 ことができた。アウェアネスを報告し、取材を受けた人のうち46%が一般的に使用されているのどの表現とは矛盾する死に関する精神的記憶を経験した。これらには恐ろしい苦痛的体験が含まれていた。のどと互換性のある経験は9%のみで、見たり聞いたりする出来事を鮮明に思い出せる OBE と、 互換性のある完全なアウェアネスを示したのは2%であった。心停止中に聴覚刺激を使用して、一つのケースの検証及び時間計測が行われた。キャロリン・ワットによると、パーニアが報告可能だった検証可能な意識的アウェアネスの期間は、この目標テストとは関係なかった。むしろ、被験者によって蘇生中の出来事の性格と思われる報告が与えられた。 彼は写真を識別せず、除細動機のノイズについて説明した。しかし、救急処置室で何が行われるかについては、多くの人がテレビで蘇生の再現を見ることによって知っているので、あまり印象的なものではない。ただし、OBE が発生した部屋には誰もいなかったため、彼が隠された目標について説明することは不可能であった。また、 彼の蘇生に参加した医師のその後の正確な識別及び説明など彼の証言の残りの部分も非常に正確だった。アウェアスタディツー2016年5月時点では UK クリニカルトライアルズゲートウェイのウェブサイトの投稿によるとアウェア2は2年間の多施設観察研究で900から1500名の心停止を経験した患者が募集されており2014年8月1日に 開始し2017年5月31日に終わる予定である。この研究は後に延長され、2020年に終わる見込みである。スミスメシア2014年、自分の意思で自由に体外離脱を起こせる女性に関するのを、能イメージングによる研究が報告された。彼女は子供の頃に入眠障害と関連してその能力が発達したことを報告した。 彼女の OBE は成人期まで続いたが頻度は低下した。彼女は自分の体の上の空中で回転したり、平らに横たわったり、水平面で転がって自分を見ることができた。彼女は時々上から動いて自分を見るが動いていない本物の体の認識も残っていると報告した。被験者はその体験に関連する特定の感情はないと報告した。 報告された体外体験に関連する脳機能の変化はモーターイメージャリーで観測されたものとは異なっていた。活性化は主に左側で補足運動や炎上界及び後部上側頭階に関連する形で発生し、後者2つは体外離脱体験と関連している側頭と調節合部と重なっている。また、小脳は ECE 中の運動に関する 被験者の印象報告と一致する活性化を示した。また、行動モニタリングに関連することが多い領域である、サチューブ及び上前眼科界の活性化も見られた。モンドー研究所のナンシーペンセンターは、対外離脱誘導に特化した施設である。ブラジルにある、ザセンターフォーハイヤースタディーズオブザコンシャスネスは、もう一つの大規模な OBE 訓練施設である。 オラフ・ブランケのラボラトリー・オブ・コグニティブ・ドスイアンスは OBE 研究に取り組んでいることで有名な研究室となった。アストラル当社は対外離脱体験の超常現象的解釈であり、一つ以上の非物質的世界と肉体を超えて関連する体の存在を想定している。そのような世界は一般的にアストラル界、エーテル界、または霊界などと呼ばれる。アストラル当社は アストラル隊、または魂が、アストラル界、または霊界を旅するために肉体を離れる際によく経験される。MCU 映画、ドクター・ストレンジでは、この解釈をもとにしたストーリーが展開された。ありがとうございます。